三振、結局三振に取りました。ピッチャーの豊田、ランナー二塁に一人背負って、ここは代打の増田を三振に取ってワンアウト。まあ、首脳陣、その点差の離れた場面での方がまだ豊田に対しては今はいいだろうという中では4対0いい点差なわけですね、はい、先頭バッター出しましたけど、これはその気持ちを切り替えられ られる点差ですもんね、はいはい、ホームランが打たれて同点というところまでは比較的、まあ、気が楽に投げれるんですよね、はい、ホームラン。今日はこの大村が4打数のノーヒットです。セカンドフライ、レフトフライ、ショートフライ、センターフライとフライを4つ打ち上げています。せっかく1番バッター取り上げたので2人ともノーヒットですね。そうですね、今日は大村に対するこうなんていうんですか、今日はライオンズのバッテリーの攻めの気持ち、そうですね、の方が強いから、そうです、昨日の第一打席と今日の第一打席から見て分かるように、その第一打席の1球目のストレートっていうところがこう気持ちで押していった分が押されてずっとそのまんまみたいなね、はい、いやそれは本当はあると思うんですよね、はい、常にあると思いますよね。やっぱその攻める気持ちを忘れたら、はい、まあ、配球にならないというか、勝負にならない時ありますから、はい、ワンアウト二塁に星野。この2ワンとまずバッテリーの方が先にこう大村を追い込んでファールも打たせて、いろいろできるまだカウントです。2アン、落としてきました。大村打ち上げてセンターへのフライ、今日5つ目のフライを打ち上げて大村5打数ノーヒット。2アウトランナーがありません。今キャッチャーの細川がここだというリード、それよりも少し高く入ってきましたよね、はい、でもまあフォークのコントロールいいですよね、はい、これで2アウトになりました。ライオンズなかなか、まあ、この間連敗ありましたけど連敗しません。頭3連戦の頭取られましたが、今日はあとアウト1つまでこぎつけました。バッター2番の水口、この後には川口、中村がいますから、バッテリーはここで切りたい。水口がつなげるかどうかという最終盤。西口がアクシデントでマウンドを降りるという形になりましたが、このまま行くと完封リレーです。ライオンズの投手陣、ツーナッシング、むしろチャンスの数では、そしてチャンスの大きさという意味では近鉄の方が上回っていた試合かもしれませんが、4対0ライオンズリード。大ピンチを救った周、このままいけば勝ち投手です。最後は豊田が締めるか。ツーワン、バット回った、試合終了、4対0ライオンズが勝ちました。今日は西口が4回の表足を痛めて降板という大ピンチ、周がそのピンチを救いました。あとは星野、長田、森、豊田とピッチャーをつないで近鉄打線を完封。バファローズ打線は昨日14安打2桁10点を取りましたが、今日は何度もあったチャンスであと1本が出ませんでした。いや、あ
れだけ昨日はうまい具合に点を取ったバファローズですけど、取れない時にはあと1本が出ないんだなという、そうですよね、何点入っててもおかしくない状況だったんですけども、そしてもだから逆にこのライオンズのバッテリーっていうのがいろんなピッチャーが今日は出てくる形になりましたけど、はい、粘り、まあ、パウエルも粘りましたけども、はい、ライオンズの方もこうピンチを迎えるたびに非常にこうまたそこでね、そうですね、開き直りがあったり、はい、いい球があったりという、はい、やりくり、はい、まあ言えば監督冥利に尽きる試合だったと言えるかもしれないですね、はいはい、その継投ということに関してですね、どこで誰をどのタイミングで、ね、はい、まあ、最初の週はまあ、ハプニングですけども、あとの星野と、はい、長田のとこなんかも気分いいんじゃないですか、監督は。で最後は豊田をこの4対0という場面で出せました。セーブはつきませんが、豊田が9回星野にヒットは打たれたものの、あとの3人を抑えて最後を締めくくりました。一応ヒーローインタビュー予定はフェルナンデスということになっています。今日はフェルナンデスが先制のツーベース、そして、まあ、ダメ押しにも なったとこういうふうに言えるでしょう。ツーランホームランがありました。6安打ずつ両チーム打ったんですが、いいところで効果的にその得点を上げたライオンズ、ピッチャーの継投で逃げ切りました。準備ができ次第インタビューをお送りしようと思いますが、もうフェルナンデスはダッグアウトの前に出てきています。さあそれではまもなくヒーローインタビューになります。ゆっくりと今はフェルナンデスが一塁側のダッグアウト前からお立ち台の方へ向かって歩き始めました。今日はいいところで打ちましたフェルナンデス。3番の主砲の中の一人の活躍を見せたフェルナンデスのインタビューになります。